私は恐怖新聞の原作者角田二郎です。この世には科学では説明できない不思議な出来事がたくさんあります。霊魂、 UFO、 超能力、私はそのいずれをもこの目で見確認しています。嘘だ、作り話だ、君はそう否定しますか？でも君が信じようと信じまいと、現実にあるものはあるのです。ほら、連続サスペンスドラマ恐怖新聞第1回、原作角田二郎、脚色大西信之、音楽コロフ礼二郎、歌日吉美美。君は見たか、見たか、見たか、真夜中に飛び込んでくる、あの恐怖新聞。君の身に迫る恨みを、呪いを、たたりを乗せて、恐怖の、恐怖の、恐怖の新聞、読むたびに命が早引け、宿題やってきてねえんだもん。ずらかることねえだろ。じゃあな。昨日テレビ見た？見たよ。うちにもあんな先生がいたらなって思っちゃった。でもワンパターンね。じゃあもう見な。うん、やっぱり見る。なんだごめん、ボール取ってよ。私立石堂中学の昼休み、2年 E 組の教室で女生徒たちの熱心に話している声が聞くともなしに木形霊の耳に聞こえてきた。夜中に誰か後ろにいるみたいな。ねえ、勉強しててそんな感じ受けたことない？あるわよ。一人で道歩いてる時なんかも誰か後ろからついてきたり。あるある。足音までが聞こえてくるみたい。それが霊よ。霊魂。霊魂？私ね、寝てて誰かに布団の上からギューッと胸を押されてるみたいで、お母さんって呼ぼうと思っても声が出ないの。それだって玲子の仕業よ。うちのママがね、久しぶりに田舎のおばあちゃんの夢見たんだって。そしたら朝になっておばあちゃんが死んだって電話がかかってきたの。よくあるよね、そういう話。私も聞いたことあるわ。あんなのも玲子が知らせに来たってことでしょ。長波さん、そう決まってそこで自動車事故の起きる場所とか、死んだ人の家から火の玉がスーッと飛んでいくのを見たとか、霊魂の存在を証明する話っていろいろあるもんね。信じるわ。私信じたくないと思っても信じさせられちゃうのよね、いろんな話聞いてると。だって信じないわけにいかないんだもの。科学じゃ解決できない不思議な怖い話いっぱいあるから。こないだもね、私が夜中にトイレ行こうと思って廊下へ出てったのよ。いや怖い、やめて。聞かせてよ、私聞きたいわ。そうよ、長波さん、もっと話して。電気がついてないから廊下は真っ暗、何にも見えるはずないのよね。なのに何か見えたの。何？何が見えたの？ぼーっと白く人の形した。やめろやめろ。うん、木形くん。何よ、バカバカしい。霊魂だの幽霊だの、そんなものが実際にあるわけねえだろ。あるわよ。ないね。見たのよ、現に私が実際に見たんですもの。年寄りみたいなこと言って人に笑われるぞ。月へロケットが飛んでく時代だってのに。科学の進歩とは関係ないわ。霊魂は存在している。霊魂を見たとはっきり証言できる人は私の他にも大勢いるわ。俺は信じないね。なぜ？
自分がその目で見たことないから。ああそうだよ。自分が見たことないから嘘だっていうのはおかしいんじゃない。賛成。見たもんでなければ信じないという主張の方が年寄りじみてる。うるさいの。うるさいですって。おぼうね。誰が何て言ったって俺は霊魂なんてもんは信じないぞ。はっきり言っとく、俺は絶対にそんなものは信じないぞ。いいわよ、バカにしていなさい。でもそのうちにきっと木形君も自分が間違っていたと気がつくと思うわ。きっと信じるようになる、きっとね。石堂中学2年 E 組の教室で木形霊が女生徒たちと交わしたこの会話が、木形を世にも恐ろしい、世にも不思議な運命に導き追い込む結果をもたらすことになろうと、木形自身夢にも思わぬことであった。その晩、もう12時をとっくに過ぎた夜更け、布団に入ったがなぜか眠れぬ木形の耳に、家の外の道を誰かが駆けてくる足音が妙にはっきり聞こえてきた。誰だろう、こんな夜更けに。新聞。え？新聞？新聞。新聞って言ったな。今は真夜中だぞ。時計だってあの通り12時15分だ。こんな夜中になぜ新聞が配達されてきたんだろう。木形は耳を澄ましてあの足音を確かめようとしてみたが、もう足音は聞こえなかった。気のせいかな。布団から抜け出して木形は部屋の窓を開けてみた。新聞紙が大きく広がり、窓の外からふわりふわふわ部屋の中へ舞い込んできたのだ。なんだこれは。俺は夢を見ているのか。夢ではなかった。現実の出来事として、新聞がまるで生きてでもいるかのように部屋の中で待っている。しかもその新聞は恐怖新聞。そう、恐怖新聞。はっきりそう書いてある、恐怖新聞。霊魂は実存する、霊を信じない君のために。なんだこれ、誰がこんな悪質ないたずらをしたんだ。木形霊は新聞をつかみ取りビリビリと破り捨てようとしたが、破ろうとした木形の手がピタリと止まって、目は新聞の一隅に引きつけられて動かなくなった。そこにはこんな記事が載っていた。中学校教師交通事故で即死。6月4日午前8時10分ごろ、登校途中の私立石堂中学校教師東尾奈々子さん26歳は、学校前の路上で会社員西藤武42歳運転の乗用車にはねられ即死した。目撃者の木形霊君同中学2年生の証言によれば。この記事一体何だ。6月4日といったら明日のことじゃないか。明日東尾先生が車にはねられて死んで俺がその目撃者になると書いた。そんなバカなことがこんなこと誰が信じるもんか。信じるもんか。信じるもんか。東尾先生。何よ、どうしたの。顔の色が真っ青よ。徹夜。いえ、夜遊びしてるんじゃないでしょうね。ダメよ。違います。夕べ夜中に。夜中にどうしたの。うちに変な新聞が来たんです。その新聞に
先生が、東尾先生が今朝学校の前で死ぬって。木形君、書いてあったんですよ先生。いやよ、悪い冗談言わないで。嘘じゃないです、本当なんです。怒るわよ。新聞ここに入れてきましたから見てください。恐怖新聞。恐怖新聞。ええ、これです。これ何よ、どこに恐怖新聞なんて書いてあるの。ここのとこにちゃんと書いてあるでしょ。あれ、浅田新聞。普通の新聞じゃない。おかしい、俺は確かにあの恐怖新聞をカバンに入れてきたはずなんだ。それに浅田新聞はうちじゃ取ってないし。変な子、夢でも見たんじゃないの。行くわよ先生。あ、先生、先生、危ない。申し訳ありません。いえ、よそ見運転してたわけじゃないんです。ちゃんと前、見てました。道路の中央に変な黒い影が立ってたんです。だからそれを避けようと思ってハンドル切った。左、避けようと左がハンドル切った途端、女の人が。嘘つけ。嘘じゃない。本当なんです。居眠り運転じゃないのか。正直に言った方がいいぞ。黒い影だなんてそんなデタラメ言って通用すると思ってんのか。嘘じゃありません。あ、この人の言ってること本当です。君、僕も見たんですから。ええ、僕も見ました。見た。見ました。黒い影をかい。黒い恐ろしく大きな若い女の人の顔です。見ました。確かに東尾先生が渡ろうとした道路の真ん中立っていました。車が来て東尾先生を跳ねて、先生の体がマリのように飛んで地べたに叩きつけられて赤い血が流れるのも、その女の顔がじっと見ていて消えました。本当ですよおまわりさん、僕この目で見たんですから。木形君。あ、長波さんか。木形君も見たんだってね、霊を。霊を。霊魂よ、若い女の。そうなんでしょ、新聞に出てたもの。君か。何よ。長波さん、君が僕のところへあんな新聞を入れたんだな。何の話、新聞って何の。知らないわ私。知らないはずないだろう。恐怖新聞だよ。恐怖新聞。真夜中に配達されてくる君の悪い新聞だ。あ、恐怖新聞、あれが来たの。君のところへ配達されてきた。それ見ろ、君はあの薄気味悪い恐怖新聞の存在を知ってるじゃないか。ええ、知ってる。でもまだ見たことはない。見たいと思わない。だってあの新聞を読み続けると、一日読むごとに寿命が100日ずつ縮むんだって聞いてるわ。ええ、読めば読むだけそれだけ早く死んでしまうっていうのよ。そんな話誰に聞いた。もちろん霊よ、霊たちの噂話。私には霊たちの話す声が聞こえるの。霊聴力って言うんだそうだけど、私にはそんな力があるらしいわ。読んでいると命の縮まる恐怖新聞。恐怖新聞。足音だ。またあの足音が聞こえてくる。近づいてくる。新聞を届けに来た。やだ、見たくない。読めば100日寿命の縮まる新聞なんか俺読みたくない。来るな、あっち行ってくれ。読めないぞ俺は。そうだ、窓を開けなければ新聞はここまで入ってきはしない。明日の朝になればただの
普通の新聞になってしまう。窓を開けなければ。なんだあの音。なんという不思議、いや恐怖。窓いっぱいにあの恐怖新聞が貼り付いていたのだ。しかも明かりもついていないのに、ガラス窓に貼り付いた恐怖新聞の紙面の小さな活字の一つ一つが鮮やかにはっきりと読めるのだ。いやだ、読みたくない。読まないぞ俺は。必死に逆らい、顔を背けて読むまいとする木形麗の首根っこ。強い力がぐいっと掴んで、無理無体に顔を窓の方へ向ける。いやだ。木形は懸命に目を閉じようとしたが、強い力が木形のまぶたを上と下へ押し開けて、読めば百日寿命の縮みの恐怖新聞の活字が嫌おうなしに木形の目の中へ飛び込んでくる。それからは毎夜毎晩、あの足音が木形のもとへ恐怖新聞を配達してきた。もうこれ以上決して見ないぞ。カーテンも閉めた、雨戸も閉めた、鍵もしっかりかけた。新聞開けるもんか。新聞いらないよ。いくら戸を叩いたって誰が開けてなんかやるもんか。ん、何をしてるんだ。何かで雨戸を叩き破るつもりなのか。ああ、新聞が、新聞が雨戸を突き破って、信じられない、考えられない、こんなことがあっていいのか。誰だ。俺だよ。どこにいる。新聞をどけてみろ。見たかい、うっすらとなんとなくぼーっと白い俺の影が。見えるだろう。恐ろしくて声も出ないから。死神。うん、お前死神なんだな。俺を死の世界へ連れて行くためにやってきた死神だな。違うね。違うよ。死神のやってくるのは人間の死ぬ瞬間だ。お前はまだ死にはしない。じゃあお前は霊。霊か。そう、魂。わかりやすく言えば心だ。え、心、心が魂。霊魂と聞くと死んだ人間と結びつけて考えようとする人が多いが、あれは間違いだ。魂、心が霊魂なんだからな。人間でも動物でも生きている時から心を持ち、霊魂をそれぞれが持って生きている。いや、もっと言えば人間も含めてあらゆる動物は肉体という着物を着た霊魂なのだ。俺が霊魂だと言ったらお前はびっくりした顔で俺を見たが、驚くことはないのさ。俺もお前も同じ霊魂なんだからな。嘘だ。同じでなんかあるわけがない。まだ信じないのか。強情だなお前も。俺はお前のように影のように消えたり現れたりすることもできない。しっかりと鍵をかけてある部屋の中へそうやって入ってきたりすることもできない。同じじゃないだろう。俺はもう死んでしまった人間だからな。霊魂がお前たちのように肉体にしっかり縛り付けられてはいないから、どこへでも自由に出入りができるのだ。違うといえばそこだけが違う。じゃあ幽霊。幽霊と
言われた途端に俺は急に古めかしい存在になってしまった。恨めしやと言わないといけないみたいだ。人間が死ぬということはな、肉体だけが滅びることを言うんだ。霊魂は肉体が死んでも生きていて、滅びた肉体は生き残った霊魂を包んでいることができなくなる。霊魂と肉体を結びつけていた玉の尾がぶつりと切れる。霊魂はその時肉体を離れて自由自在に飛び回ることができるようになる。それだけの話さ。外国の死神の絵を見たことがあるか。手に大きな長い鎌を持っている。死神はあの鎌で断ち切れずにもだえている玉の尾をズバリズバリ切って、霊魂を滅びた肉体から切り離してやる。死神と呼ばれる霊の、それが本当の役目なのさ。肉体を離れた霊魂はおよそ5時間余りで白い人間の形をした塊になる。幽体だ。お前たちが幽霊と呼んでいるのがこれだ。そして幽体としての塊になる以前の肉体を離れたばかりの霊魂は後ろに長い玉の尾を引きずっているから、青白く光る長い人玉。お前は人玉を見たことがあるか。ありません。見せてやろうか。ほら、こんな形の、これが人玉さ。消えた。びっしょりと汗をかいて布団の上に横たわる木型の耳に一番電車の通る音が聞こえて、もう朝になっていた。ただいまの出演、木形霊、神谷明、長波安子、岡本真理、東尾奈々子、里見京子、西藤隆、加藤治、警察官、斎藤隆、霊の声、関根信明、語り、千葉光一、他に滝沢久美子、三浦拓海、榊原よし子、風間綾乃、秋山瑠奈、屋良優作、中尾流星、山田俊二の皆さんでした。原作角田二郎、脚色大西信之、音楽小六礼二郎、歌日吉美美、技術坂本義和、北島和美、効果矢島清、演出松川英樹、小川浩二。連続サスペンスドラマ恐怖新聞では、また明日のこの時間をお楽しみに。